Hey guys, Draculio here, back with another bit. So, I'm going to continue with chapter 42. Most probably what I'm going to do is I'm not going to continue the Unite and Fight video because number one, my grit is really bad. I can't demonstrate much, and number two, well, my crew didn't make it, so there's no need for me to continue the video. So, my focus right now is actually to reach to a specific chapter which allows me to do more content. So, for now, let's just continue with chapter 42. Enjoy the show, guys. いい格好だな、え?第四気空挺団船団長のモニカさんよ。違うぞ、ガンダルバ。今の私は船団長補佐だ。ふん。知ってるよんなこと。しっかし、ざまあねえな。あのモニカともあろうものが、今や囚われの身かよ。 自分で私をここにぶち込んでおいて、よく言ったものだな。だから言ってんだよ。昔のお前だったら、俺様と互角にやり合えただろ。どうだかな。私はお前のような戦闘狂ではないからな。甘っちょるんだよ。後輩の育成だかなんだか知らねえが。 さっさと船団長の座を退きやがって。ずいぶん丸くなっちまってよ。俺様の暇を潰せる相手がまた一人減っちまったじゃねえか。ガンダルバ、貴様、何が目的だ?なぜ今更ここに戻ってきた?散らばっくれるんじゃねえよ。 分かってんだろ?ん?やはりそうか。だがお前の目的はそうそううまくいくとは思えんな。だからお前を捕まえたんだよ。効果は抜群みたいだぜ、やっこさん。大慌てだってよ。そうそう、そうやって睨めよ。今のお前には それくらいしかできることはねえんだ。そこでおとなしくしながら決着を楽しみにしてるといいぜ。リーシャ、頼んだぞ、リーシャ。お前なら必ず。 一体どういうことだ?ぐちゃぐちゃ。ちょっと見ねえ間に。 随分と様変わりしちまったじゃねえか。綺麗な街だったのに、どうして、一体何があったんでしょうか。嫌な予感がするな。それに何やら怪しげな気配がする。ん?様ら貴空師の残党だな。リーシャ船団長をどこへやった。 カタリナの予感は見事に当たっちまったみてえだな。なぜ帝国連合秩序の気空団は一体どうしたというんだ。
わかんないけど、とりあえず逃げるわよ。 私たちはどうあっても帝国に捕まるわけにはいかないんだから。 連中どこに行った。町中はさすがに不利だな。連中にとっては庭のようなものだろうし。菊氏と遭遇したことだけでも中将閣下に報告しておくか。行ったわよね。ああ。 しかしこれは一体何が起こってんだ。なんで帝国兵がこの島を我が物顔で歩いてんだよ。秩序の気空団の島じゃなかったのか。わからない。ただ一つ確実なのは、当初の目的の情報収集は後回しにするしかねえってことだな。 なんかオイラたちこんなんばっかだぜ。まずはモニカ殿かリーシャ殿に会おう。そうすればきっとこの状況を説明してくれるはずだ。この状況を俺たちに説明するだけの余裕があありゃいいけどな。そうですね。兵隊さんたちとは逆に 菊氏さんたちは全然見ないですし、秩序の菊団に何かあったのかもしれません。とにかく事情を知ってそうな人を探してみましょう。いっそ帝国の連中と捕まえて聞き出した方が早いんじゃねえのか。 連中とて
度引いて陣形を立て直します。皆さん私に続いてください。クソしつこい連中め。待て、イーシャ船団長をおとなしくこちらに引き渡せ。今のってリーシャ追われてた。ん？オルキスはリーシャ殿のことを知っているのか。優しい人、アポロが捕まった時優しくしてくれた。でもちょっと頼りない、だから心配。まあ確かにリーシャ殿はどこか危なっかしいところがあるからな。追いかけましょう。この島に何があったのか教えてもらわないと。もう逃げ場はないぞ。観念していただこうか、リーシャ船団長。命まで取るつもりはないと中将閣下も仰せだ。おとなしく投降したらどうだ。何をバカな。そうですか。それでは仕方がありませんね。我々は生け捕りを命じられてはいるが、怪我をさせるなとは言われていないからな。まだ残党がいたのか。クソ、どこだ、出てこい。言われなくてもそのつもりですよっと。俺たちが用があるのはそっちの船長さんでな、ちっとばかりどいててもらえるか。あなたたちは。久しいな、リーシャ殿。まさかこんな再会になるとは思いもよらなかったが。ねえ、この島一体どうなっちゃったの。あと私たち教えてほしいことがあるんだけど。しぶとい気空師どめ。おい、こっちだ、来てくれ。挟み撃ちにするぞ。どうやら諸々の事情を聞くのは後にするしかねえみたいだな。ですね。まずはこの場を切り抜けましょう。まだまだよ。みんなまとめてぶった切るよ。アックススラッシュ。
ちはどうしてこの島に？フリーシア最小の剣は、あれ、黒騎士とは別れたのですか？それに女性が一人足りないような。まあいろいろあってな。それでジョーちゃんたちの力が必要になって俺たちはこの島を訪ねたんだな。リーシャ殿、今この島はどういう状況なんだ？なぜ船長であるリーシャ殿が帝国兵に追われている？それにあの町の荒れようは一体何があったんだ？それは、いたぞ、こっちだ。ひとまず事情の説明は後です。ついてきてください。落ち着いて話のできる場所へ案内します。安全な場所ってあの秩序の気候団の本部には行かねえのか？それも含めて説明します。だから今はついてきてください。ここまで来ると帝国兵の姿はないが、代わりに魔物の数が増えてくるな。いえ、油断はしないでください。帝国は島の隅々まで兵を配置しています。何？それではまるでこの島が完全に帝国の占領下にあるようだが。なるほど、大体読めてきたぜ。今この島が置かれている状況ってやつがな。リーシャ船長、あ、よくぞご無事で。船長、偵察からの情報によると西の森の部隊もほぼ全滅かと。わかりました。やはり希望をかけられる状況ではないようですね。偵察部隊には引き続き島内の緊急時の拠点を巡回するよう伝えてください。
ほとんど放棄されているような古いものが優先です。新しい拠点は本部の情報からほぼ全てに制圧部隊が派遣されているようですから。さて、ひとまずここには敵の姿はねえみてえだが。教えてくれ、リーシャ殿。一体この島には何があった？秩序の気空団、第四気空艇団が本部。アマルティア島は現在、エルステ帝国の占領下にあります。あなたたちはご存知のように、私はラビ島のメフォラシュに向かい、一時この島から不在になりました。その間に帝国軍がアマルティア島に攻め込んできたそうです。いや待て、リーシャ殿が不在だったとしても島にはモニカ殿がいたのでは。はい、確かに第四気空艇団はモニカさんを指揮官に応戦しました。しかし負けたってのか。そうでなきゃこんな事態にはならねえよな。嘘でしょ。だってアマルティアを出るときにあの人とも戦ったけど、あの人小さいのにめちゃくちゃ強かったじゃない。ああ、確かにあのモニカ殿が負けるとはにわかに信じがたいな。私も耳を疑いました。何かの間違いではないかと。しかし全ては事実であり、現在モニカさんは第四庁舎の牢に囚われています。バカな、一体何があったというんだ。その説明は私から。帝国が攻めてきた際、リーシャ船長は不在でしたが、島にはモニカ船長補佐がいました。だから我々も何が来ようと負けることはないだろうと安心していたのですが、しかし帝国の指揮官が、その、おいおい、ここまで来て隠し事はなしにしようぜ。続けてください。彼らは信用に足る人物たちです。はい、敵の指揮官エルステ帝国中将ガンダルバは以前この秩序の気空団で船団長を務めていた男なのです。何？どうしてそんな男が。私が秩序の気空団に入団した頃にはすでにガンダルバは団を追放されていました。なので団内の資料からの情報ですが、彼はモニカさんにも勝るほどの圧倒的な実力を持っていたそうです。しかしその粗暴さと傲慢さから懲罰の対象となるものの、それに従わず秩序の気空団のトップ青の騎士との決闘の末団を追放され、島から姿を消したのです。そんな男が今度は帝国の中将となって島に戻ってきたってわけか。そんなに強い人がまだいたのね。ガンダルバはモニカさんを退け、現在は帝国軍中将として兵たちと共に第四庁舎を占拠しています。つまり中枢を乗っ取られ、残った少数で抵抗を試みているということか。おいおい、こりゃ想像以上にやべえ状況なんじゃねえのか。
苦しい戦況なのは重々承知です。しかし諦めることなど。ねえ、そうです、同じ機空士としてこの状況を見捨てておくなんてできません。まあ確かにこの事態が収拾しないことには私たちの目的も達成できないからな。そういえばあなたたちはどうしてアマルティアに？そんなことが。何よりフリーシア宰相がそんな目的を持っていたなんて。そういうわけで私たちには情報が必要なんだ。そのハネトカゲに関する情報ですか？あったかな。確かに第四庁舎の資料庫には空域をまたがる様々な文献資料が所蔵されていますが。よし、じゃあ話は決まりだな。俺たちはあんたたちに手を貸す。あんたたちは俺たちの情報収集に協力する。それで構わねえな。まあ背に腹は変えられませんから。それじゃあよろしくお願いしますね、リーシャさん。Alright guys, this is the end of chapter 42. 43 is coming up. See you soon guys, bye!